はい、皆さんこんにちは。また今回もすごいギターが到着いたしました。あの大愛ハカランダと言われているマダガスカルローズ、こちらのギター、形状は TM タイプ、私のシリーズの中での、フォークサイズ、それのギターになります。ご依頼いただいたのが兵庫県の愛さんですね。この愛さんというのがこの芝に装飾、これ綺麗ですよね。私の方で岩長桜という風に命名させていただきました。このデザインを、作られたオーナーさんです。まあ、愛さんといってもね、もう岩長桜という名前がついちゃってますんで、もう岩長さんなんですけども、こちらを、デザインされたオーナーさんですね。で、こちら、あの、岩長さんなんですけども、もうすでに、この、今回、マダガスカルローズの前に、背面がココボロ、これも大概計らんだですね。ココボロを使ったモデルをすでに、所有してらっしゃるオーナーさんになります。そして、まあ、続いてということで、背面に、側背面ですね。ここに、あの貴重なマダガスカルローズ、これを使ったギターということでご注文いただきました。今回ですね、まあ、オーナーさんはね、ご自宅にこれからお届けいたしますけども、到着すれば、マダガスカルの音色とココボロの音色、全く同じ形状のギターでね、お持ちのオーナーさんなんで、その音色の違いを楽しむことができるんですけども、今日は、皆さんにもその音色の違いというのを聞いていただこうと思いまして、マダガスカルとこちら同じく大概計らんだと言われているココボロモデル、そして定番中の定番、こちらで通常のね、一般的に使われているインディアンローズ、この3台どちらもフォークサイズの同じものになります。この3台を皆さんに今日は聞いていただこうというふうに思っております。で、もうちょっとこれは前代未聞の聴き比べかもしれません。楽しみにしてください。じゃあまずこちらですね、ギターの方の、細かなところの、見ていただきましょう。こちら、まあ、ヘッドの周りから形状もね、変更してありますけども、今ちょっとこの形状の方をお作りすることができません、ごめんなさい。でヘッドの方からこのデザインも、岩永さんがお作りになられたものになります。そしてで、指板ですね。こちらの方も、こう、ずっと細かく、こう、綺麗ですよね。桜を散りばめた、こちらの指板、を、採用してます。そして、ブリッジ、こちらの方にも、細かく、こう、桜の散りばめた、模様ですね。で、こちらの指板は、黒炭を使っています。そして、トップには、イングルマンスプルース。そして、側背面にはもう希少な高価な材料です。こちらマダガスカルローズ。しかももう今光を反射してね、皆さんお分かりだと思うんですけども、マット塗装ですね。これを施してあります。ネックの方もそうなんですね。そしてヘッドの方も、そちらの方の塗装ということで、仕様を作られているという形になります。じゃあ、こちらと、先にちょっとギターの方を紹介しようかな。これはもう定番中の定番なんだけど、同じく TM のこちら、ココボロを使ったモデルになります。トップはイングルマンスプルースで全く同じになります。ただ、指板の方だけがこちらが、ニュータイプの人工指板ですね。それを使ったモデルになります。ちょっとその部分と、あとね、ゼロフレットがついちゃってるんで、絶妙に音色がね、そこの部分でも変わってきちゃうんですよ。ただそこはちょっと申し訳ない。だけども、素材による音色の違いの方が大部分を占めますんでね。で、それとこちらは、今度トップはこちらホワイトスプルースになります。そして、側背面はインディアンローズ。こちらの3台で皆さんの方に聞いていただこうというふうに思っております。じゃあ、早速こちら、TM81 の、トップがイングルマン。そして側背面がマダガスカルローズ。これの音色の方から、行ってみたいと思います。じゃあまず、いつもの通りね、定番の E コードのじゃらんから定番コード進行で行きたいと思います。じゃあ E コードから。はい、コード進行で。
に中音域の出からこう粒立ちのいい音って言ったらいいんですかね。じゃあ次ココボロいきますね、こちらトップ材質と同じです。イングルマンとそしてココボロ材になります。音でかこの音の響きはねココボロならではの音なんですよ。比べちゃうとねドレッドノートを弾いてるみたいになりますけど、これはもうまさにココボロの音色です。じゃあ次、インディアンローズ、こちらね、最も、一般的な素材になりますね。こちらイーコードのジャランから、下から上までのこの明るさっていうのはもうインディアンローズならではの音ですよね。じゃあもう一回ここでマダガスカルローズですね、いってみます。サイズね、お使いになる方の多くはこうピッキングだとかフィンガー使われる方が多いと思うんですよ。ただちょっとね、私あのフィンガーの方、指の方がねうまく動かなくなっちゃいましたので、ごめんなさいね、ピッキングだけで。あのココボロの方がこう音はドーンとこう前に抜け出てくるっていう感じがありますよね。こちら、ローズウッド、ココボロのようなズドーンっていうのはないけども、音色の明るさ、こう抜けのいい音、こういう気のね、これがこうインディアンローズの特徴になってくると思います。そこにマダガスカルになると、これねコアの好きなユーザーさんもこれ気に入ってもらえるんじゃないかな。インディアンローズよりもこっちの方が音が前にね、やっぱし抜け出てきます、マダガスカルの方が。でね、中音域の音がこう少し乾いた感じで、こうポーンと粒立ちのいい音で抜けてくるっていうの、そういう特徴があるのかなっていうふうに今私感じてます。でね、このマダガスカルローズもココボロもどちらもこう代替はからんだと言われてる、素材になりますよね。じゃあはからんだに近いのどっちなんだっていうとね、ややココボロの方がハカランダに近いのかなっていう感じはしてるんだけども、ハカランダって絶妙にこう中域の伸びとこうポーンっていう音があるじゃないですか。それがねマダガスカル似てるんですよ。だから
これもしかしたらなんだけどね、あのマーチンで昔なんかのモデルであったんだけども、半分をマダガスカルローズで作って半分をココボレで作るとはからんだの音になっちゃうんじゃないかなっていう、そんな感じがしてるんですね。で、実際それ作ることも可能なんですが、ちょっとねお二人の方同時に注文がないとさすがに作れないんで、まあ結局資材をね2台分仕入れなきゃいけないもんですから、まあお二人お仲間さんと示し合わせていただければ、半分マダガスカル半分ココボロというそういうモデルを、作ることも可能です。まあこれ実際にねやってみないとわからないという部分はあるんですけども、まあどちらも大概はからんだと言われているもとなんだけども、絶対はからんだと同じ音ってのはならないんですよね。そこに似ている音色というものがどちらにも存在している。で、もう私の今こうやってね比べた感想だと、これ2台を足して2で割った感じがはからんだの音になるんじゃないのかなっていう、そんな感じがするんですね。ということで、また俺もやってみようかなというご興味のある方、まあ、ぜひねそういったものにもトライしてみてください。ということで今回は希少材、マダガスカルローズ、これの TM フォークサイズのモデルのご紹介になりました。じゃあまた次回もいろいろ登場してくると思いますので楽しみにお待ちください。またよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。